皆さんこんばんは、ジマでございます。いつもですね、動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の内容はですね、殺像範囲切り替えの話でございます。高画素機、こういったね、高画素機のカメラなのでよく利用する便利機能にはなるんです。まあ、FXDX とか1対1とか16対9とか、そういったものの、まあ、切り替えのものなんですけど、実はこういった ZF を含めて Z の5と6のシリーズではですね、実は、まあ、一般的なカメラではですね、あまり使っていないんですね。高画素機では使うけど、こっちのカメラではあまり使わない理由であったり、逆にこの、まあ、ZF、Z の5とか6に対して私なりの、じゃあどういう風に対応しているの、まあ、オチはレンズ選びっていうところになるんですけども、そういった対策と理由をですね、共有していこうと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。早速ですね、右下に私映っておりまして、FX フォーマットで今映している状態です。2450のレンズを使って今 40mm ぐらいにしております。 FX フォーマットで 40mm という形ですね。 FX40 という形です。でシンプルに言うとですね、この殺像範囲設定って何なのかなんですけども、今 ZF というフルサイズのカメラで ZFC、 ややこしいね、 ZFC っていう DX 機のね、あのちっちゃいカメラを映しているんですけども、ZF というカメラはですね、この今映像を映している ZF というカメラはですね、フルサイズのセンサーを搭載しています。まあ、大きいセンサーですね。でその大きいセンサーの中から画像を切り取る範囲を選ぶことができます。つまりはメニューの方に切り替えるんですけども、これね、殺像範囲設定というものがあります。で押すと DX クロップ警告表示と殺像範囲の設定、これは ZF の今メニュー画面を映しておりますので、 Z の5とか6とかのシリーズを利用されている方、もしくはまあ7もね、初期型と2型っていうのは XBIDO の世代が、画像処理エンジンの世代が違うので、ちょっと警告表示がね、あのメニュー表示が違ってたりするので、その点だけまあご留意いただいて、まあ、DX クロップ警告表示っていうのは DX で撮影するときに、今 DX で撮ってますよ、ご留意くださいねっていうのを教えてくれる、まあ、ちょっとしたチカチカしたね、光って教えてくれる機能です。で、この撮像範囲設定の方に移っていくと、FXDX1 対1、16対9という形になります。でこの FX36 対24に対して DX24 対16っていうものを選ぶとちょっと大きくなります。この状態で撮影に戻るとなんか大きく映ってません？これが DX なんですよ。つまりは同じ 40mm 付近で固定しているのにもかかわらず大きく映すことができるんですね。で私の上の方に今一番右上にね、ポートレートモードを指定していると。で、その下にロープラスファインの L であるという表記の横に DX でチカチカ光ってるの分かります？で、この DX のチカチカ表示っていうのがですね、先ほどの DX の、まあ、クロップの警告表示になります。で、何が違うのかがようわからんって方の場合がいらっしゃるので、戻すと、これが FX です。なので、はい、改めましてっていう一番冒頭でね、お伝えした時は実はこの画角やったんですよ。同じ 40mm です。ただ大きく映すんです。もう一回 DX にしますね。なのでちなみに先ほどの DX でチカチカ光ってた部分が FX に戻ってチカチカ点滅がなくなりましたよね。でこれを DX にポチッと押すとこれです。なので24から50ミリのレンズで40ミリ付近で固定しているままなんですけど、 FXDX を切り替えることによってこういう風に大きく写し取ることができますよっていうのが、この機能の、まあ、醍醐味という形ですね。で他にはですね、撮像、の範囲を例えば1対1とかにするとなった場合はこういった形になります。あの1対1正方形のね、形に切り取ってくれると。まあこれが1対1なので、まあもう一つあるんで念のためお伝えしておくと、16対9ですね。36の20という形でこれ16対9で、このなんていうの、 この部分ね、この部分、下の部分とかこの上の部分っていうものが、あの動画っぽくレターボックス的な感じで切り取られてる感じになりますと。でこれを、
もう一回 FX に戻すと先ほどの黒の部分なんかはなくなるよという形で、 ZF というこのカメラに関しては、こっちのね今映ってるカメラ、これは ZFC なんですけど、映している ZF というカメラは FXDX1:1 16:9が選べるという形になりますので、まあ、これがね、まあ、便利機能という形になります。なので FX フォーマットのカメラにはなるんですけども、センサー全体をですね、まあ、活用することによって、まあ、FX っていうのをポンって取って DX、 こういうのを切り替えることができる。何ができるかっていうと、今つけてるレンズの一番遠く、望遠端を映している状態だったとしても、もうちょっと寄りたいなっていう時に、こういう風にね、例えばこれが望遠端、今40でまだあと10ミリね、50まで持っていけるんですけど、持っていきましょうか。50まで持っていけて、これが今50です。これがマックス 50mm、 2450mm の F4 から 6.3 のズームレンズをつけて、これが 50mm マックスです。で、ほんまはもっと大きく写し取りたいなっていう時は FX から DX に切り替えてしまうと OK と。でこれ私自身ファンクションボタンで FXDX の一発切り替えを押しているので、まあ、こういった形になっているという形になりますので、望遠端で、もしくは単焦点でズームレンズとかではなくて、焦点距離決まっているものに対して 1.5 倍中央部分を切り抜いてクロップする、まあ、DX クロップのような使い方ができるというのが、この撮像範囲設定という機能になります。もちろんですね、普通に撮影するときにはですね、せっかくフルサイズのセンサーを搭載しているカメラなのであれば、まあ、FX で切り取ったらいいですし、なんていうんです、どちらかというと、まあ、最後の切り札的なところで、単焦点レンズとかズームレンズの望遠端でグイッて一番遠くまで寄ってるけど、いやもうちょっと大きく切り取りたいねん、真ん中大きく切り取りたいねんっていう時に、まあ、DX に変更することが多かったりもします。で、他の1対1とか16対9って使い道あんのってところなんですけど、まあ利用されてる方は一部かなとは思うんですが、私自身1対1って結構正方形でね、ウェブカタログなんかで、まあ、JPEG 納品時に扱うことが多かったりしますし、まあ、最近 Instagram なんかもね正方形だったりするので、意外と正方形を、欲する場面もあったりしますので、まあ、そういった時に使うことが多いかなと。対して16対9はですね、 YouTube のサムネイル用なんかの、まあ、動画の時に、まあ、サクッと撮る時に使ったりすることがあるので、まあ、FXDX が、まあ、一番利用頻度が、高いと。でその次に、まあ、1対1とか16対9を時折使うという感覚になりますので、個人的にこの撮像範囲の切り替え、特に FX の DX っていうのはすごくよく使う機能になります。で、2つ目が ZF などでは利用していない理由。ちょっと待って島さんと、今1つ目で撮像範囲の設定とは何なのか、よく使ってますよって紹介しといて、2つ目のテーマに持ってきて ZF では使ってないってどういうことなんですけど、これがちょっとね、まあ、理由がありまして、頻繁に使う機能なんですけど、ただし高画素に限るっていうところがちょっとあったりするんですよ。もちろん機能として搭載しているので、2450万画素のカメラでも全然使っていただくのは問題ないですし、皆さんがそれで全く問題なければ、使っていただく方が便利な機能にはなるんですけど、私はですね、どちらかというと画素数をある程度残しておきたいかなっていうところがあるんです。何の話ってなってくると思うんですけど、実は FX と DX を切り替えてる際にやってることって、カメラの中で大きくフルサイズの FX で映している範囲を DX で真ん中ドンってクロップしたような感じになるんです。まあ、トリミングとかされてるね、現像ソフトなんかでトリミングされてる方やったらイメージつくと思うんですけど、真ん中一部を切り取ってるんですね。トリミングとは違ってクロップなので、もう切り落としてる感じです。もう撮るときからスパンって切り落としてる感じになりますので、まあ、1.5 倍ぐらいボンって大きくなってる。なので先ほどの 40mm のズーム、ズーム違う2450で 40mm という、焦点距離に指定して FXDX を切り替えると、 FX40DX60 ぐらいのね、間隔という形で、まあ、撮ってくれるという形になっているので、 40mm60mm を切り替えているような感覚。ただしその分画素数削らせてもらってますよ、だって大きく写し取ってるだけやもんっていう話になります。でこうなってくると画素数が変わってくると。で私が頻繁に使う高画素機、こういったカメラであれば、例えば、Z の、7系統であれば4575万画素の有効があったり、 Z の8とか9の X スピード7世代目の高画素機で連写に強いカメラになると4571万画素の有効画素数があるんですね。でそれを、まあ、FX から DX にポンって切り替えてもらうと、だいたい2000万画素ぐらい残るんですよ。
結構減りますよね。4575とか4571万画素のカメラが DX にポンって切り替えると2000万画素ぐらいになっちゃうんですよ。つまりは先ほどモデルを務めていたこの2088万の有効画素数の ZF と ZFC とそない変わらんぐらいの画素数になってくると、まあこっち DX 機やしねっていうところがあるので、まあ高画素機であれば2000万画素が残るという話です。お、これが使わない理由がちょっとね、なんとなく予想できるようになってきたかと思うんですけど、じゃあ有効2450万画素の ZF になるとどうなんのって話なんですけど、約1100万画素ぐらいになります。結構削りますよねってなってくると、ちょっともうちょっと画素数残しときたいなってのが私なりの考えなんです。でもっと言うと、プリントするときにまあ A3 ぐらいのサイズやったらまあ1100万画素ぐらいやったら全然いけるんですよ。ただそれより大きく写そうって思うとちょっと画素数厳しくなるし、まあ写真集なんか含めて A3 って結構大きい、 A4 見開きになるからね、結構大きいサイズなので、まあ必要十分っちゃ十分なんですけど、最近は大型モニターなんかでドンって解像感をね調べるために拡大したりすることなんかもあるので、まあ高画素が全て正解かって言われるとそうではないんです。データがね、まあすごく軽くなったりするっていうところもあるので、2000万画素台っていうのは扱いやすいところがあるんですけど、やはり高画素が全てっていうわけではないんですが、個人的にはいろんな今後の汎用性、せっかく撮る写真の汎用性、使い先を考えた時に2000万画素程度は維持しておきたいかなっていう考えなんです。なので FXDX 含め撮像範囲切り替え設定のはすごく便利ってのは分かってるんですけど、まあ Z56ZF ではちょっと、積極的には使わないっていう形になります。なのでせめてまあ2450万画素のフルサイズとか2088の、まあ、DX キーとか、4571とか4575の高画素機で DX2000 万前後ぐらいの画素数をキープする撮影データを残していくっていう風に使い分けているのが、今回の、まあ、一つの大きなテーマになっております。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新でお届けしております。まあ、ここ数日はもうてか数ヶ月か毎日更新でお届けしておりますので、ぜひね、3万人5万人10万人とチャンネル登録目指しております。ニコンに関するカメラとかの情報であったりとか、撮影知識であったりとか、まあ、技術であったり、写真に関する、まあ、全体的なざっくばらんなね、まあ、雑談的なところも配信しておりますので、ぜひチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。無料でできる、ポチッと押してねできる応援ボタンでございますので、チャンネル登録高評価お願いいたします。またオンラインサロン、ジマチューブコミュニティ運営しております。カメラとかね写真が好きなメンバーで集まって、非公開の、まあ、SNS グループになりますが、和気あいあいと、盛り上がっております。まあインスタグラムとか X、ツイッターみたいなところでオープンな SNS でまあ、盛り上がるというのもいいんですけども、クローズのな、まあ、限られたメンバーで、交流する場っていうのもすごく、より価値のある知識の共有みたいなところにもなります。ぜひね、カメラ好き写真好きのメンバーと集まりたいなって方は、オンラインサロンジマチューブコミュニティの加入をご検討いただけたらと、ご自身のね、まあ、お写真投稿していただいて、それに対して私含めてねコメントをしたりとか、機材の購入検討の相談窓口として利用していただくのもできますし、フリートークの部屋であったりとか、あとは私へのねご質問なんかっていうところをお受けする、受け皿としております。まあ YouTube のねコメント欄なんかで、チャット欄なんか含めてご質問いただいても、基本はそのあたりもスルーさせていただきまして、オンラインサロンとかメンバーシップ様のですね、会員様に向けた差別化の要素としてなっておりますので、こういったところをご活用いただけたらと思います。ぜひねご加入を検討していただけたらと。概要欄とか、まあ、チャット欄のところにオンラインサロンの URL 貼っております。月始めがねやはりご加入いただくのがすごく、その月単位で、日割り計算じゃなくて月単位で、課金という形になりますので、まあ、月始めにご加入いただくのが一番、そのなんていうんですか、費用対効果高くご加入いただけますので、5月のねゴールデンウィークこの頭のタイミングでご加入いただけると嬉しいです。概要欄にねリンク貼っておきます。というところで3つ目のテーマですね、じゃあどうしているのかなんですけど、1つ目がそもそもその撮像範囲設定 FXDX を含めた切り替えって
どういうことが一つ目でした。で、二つ目が ZF などでは利用しない理由、つまりは2450万画素前後のカメラでは積極的には使わない理由をお話ししました。それは有効画素数をある程度、写真を汎用的に今後もいろんな場面で使うかもしれないなっていうのを視野に入れた状態で持っときたいので、まあ DX 機の2000万画素前後ぐらいをまあキープしときたいなっていうところがありますので、まあ使う場面は限られていると。え、じゃあさあ FX フルサイズの2450万画素前後ぐらいのカメラ、それこそ Z の 56F に関してはどうすんの、なんですけども、やはりそのシンプルにズーム使います。なので先ほどね、この2450をつけてたってのはまさにそうなんですけど、例えば高画素機のね、こういったカメラであれば、例えば単焦点レンズとか、望遠端っていうものがね、まあ物足りない場面の時にですね、やはりその DX クロップっていうものを活用する、先ほどの FXDX ね、切り替えを使ってもらうと、例えば野鳥なんかを撮る時に、私なんかがよく使う 400mm のねレンズなんかで、 400mm やったらちょっとちっちゃいと、もうちょっと距離があるなと。で、本人が近づいたり鳥が近づいてきてくれたりとか、まあ、鉄道であったり飛行機であったりとか特にそうなんですけど、まあ、近づいてきてくれたらいいなぁなんですが、そう簡単には距離詰めれるもんじゃないじゃないですか。っていう時に手元で FXDX をポンって切り替えると、バンってもう大きく写し取れるんですよね。これが例えば600だったら900やし、800やったら1200ぐらいで、高画素機2000万画素ぐらいをキープしたまま800-1200を切り替えたり、600-900を切り替えたり、400-600を切り替えたりするっていうことができるんですね。もちろん 50mm の単焦点とかやったら 50-75 とか、 35mm やったら 35-52.5 とかを切り替えるっていうのができるのがすごく便利な機能になっております。ただ先ほどのお話の通り、2000万画素ぐらいをキープするってなると、 ZF、Z5、Z6 では、私自身はですよ、使わない方がいいとかではないです。使える機能なので使っていただいた方がいいです。便利機能なんで、 Z の5、6もしくは F 使われてる方だったとしても、撮像範囲の切り替えっていうのは積極的に使っていただいていい機能だと思うんです。ただ個人的には有効画素数が引っかかるので使っていないと。でも寄りたいじゃないですか。でも寄りたいっていうところがあるので、どうしてるかっていうと、ズームレンズですね。そら寄りたかったら DX クロップって最後の砦というか最終手段やから、そもそもズーム持っていって寄ってよっていう話になりますやん。なのでこういった撮像範囲の変更は、もう少し大きく写し取りたいなっていう時の最後の最後の手段として使っておいて、もう焦点距離がそもそも足りへんのやったら、自分がそもそもレンズズーム持っていったらええだけの話やんってことです。まあもっと長玉のね 135mmF1.8S9 プレーナーなんかもいいとは思うんですが、今度逆に引けないんでね、ってなってくると、まあズームレンズなんかが便利かなって思います。なので、このズームを最近まあ購入したのは、まあ、暗いズームレンズにはなるんですけど、まあ、キットレンズ、 Z の5のキットレンズとして私自身よく使ってる、まあ、レンズになりますので、 ZF なんか含めたスナップ用にね、もう一本追加で購入したんですけど、まあ、必要十分な描写は撮れるなっていう感覚です。まあ、S ラインなんかを使っていると、それはバキバキ感とかね、撮影条件によってもういつでも綺麗に撮ってくる S ラインシリーズに対して、ちょっとまあ逆光の時を大丈夫かっていう時があったりするんですけど、それでもまあ F マウントの時の昔のレンズに比べると、昔自分が使ってたレンズに比べると、それでもまだ快適に撮れる部類になりますので、まあ、十分スナップなんかでは逆にそれが味になったりね、優しい表現力として使えるっていうのはメリットだなと思っております。なので、まあ、S ラインなんかも高画素機と組み合わせて使うってのも理想ですけど、金額面とか、まあ、携帯性ですよね、どちらかというと、これ 195g ぐらいなんですよ。で、まあ、フードとかついたら 200g 超えちゃいますけど、 ZF が 710g でしょ。でそこに 200g くっつけると 900g ちょっとぐらい。 Z8 ね、ボディ単体で 910g ほどあるんですよ。なので ZF にレンズくっつけた状態とボディ単体、まあもちろんこちらの方ができることがごっついっていうのもあるんですけど、やはりその 900g、 1kg を下回るぐらいで2450をズームで F4 から 6.3 で撮れるスナップカメラっていうのはすごく魅力的だなっていうふうに
思っております。なので全て高画素がいいのか全て S ラインがいいのか、もちろん描写特化っていうところで考えていくともちろんその通りだなんですけども、別に描写特化が全てではないので世の中なので、携帯性とか自分のライフスタイル撮影スタイルにマッチしている組み合わせをその日その日で選び分ける、使い分けれる環境を揃えておくっていうのがすごく大事だと思います。これがですね、私が今でも Z7K と高画素機で、初代が675で2代目が 705g かなっていうところで、高画素機のフルサイズで 700g 前後っていうのをまあ一つ実現しているカメラがありますので、携帯性抜群の高画素機としての存在価値は Z の7シリーズっていうのはめちゃくちゃ大きいと思います。まあ、ZF は高画素ではなくて2450万画素になりますが 710g 程度あります。まあ、あちらはヘリテージデザインでね、軍艦部分なんかがねすごくこだわった質感を求めているので、その分質量なんかもちゃんとずっしりカメラ持ってるよねぐらいの感覚を維持するために作られているものになるので質量感しっかりあるんですけど、やはりそういったところで700g 前後ぐらいで、例えば4575万画素今の Z7 シリーズとか、あとは Z8 とか9の4571万画素の有効、まあ、総画素数もっと多いけどね、有効4571万画素とかね、あとはもっと言うと夢物語ロマンの話ですけど、例えば Z7K との新製品なんかが6000万画素の、まあ、カメラ高画素なんかで出てくると、 DX クロップしてもまだまだ残りますぜ画素数みたいなところを、まあ、求めていくと連写はいらんからみたいなところがねあったり、それが画像処理エンジン XSPEED 7世代目で実現すると。今 Z の7は2型っていうのはあくまで XSPEED 6世代目、もっと言うと、ダブルスロット違うデュアル搭載やね、 Z の7の2型は XSPEED 6世代目の画像処理エンジンが2機搭載2つ乗っかってるという形になってるんですけど、やはり画像処理エンジンの世代の違いっていうのは大きいので、高画素機の 700g 前後ぐらいの XSPEED 7世代目のものが登場するっていうのはすごく、まあ、他のメーカーさん含めて時代に合ってるカメラだなって思います。もっと言うと 500g ぐらいで出してくれる方がいいけどねっていうところがあるんですけど、まあ、時代に合ってる高画素機、もちろん連写がすごくて高画素で物ごつ動画が撮れるっていう Z の8とか9っていう路線も大事なんですけど、現実的に気軽に持ち歩ける高画素で、もっと言うとボディ内テーブル補正があってすごく、撮影しやすい画像処理エンジンを積んでくれている高画素っていう路線も多分今後すごく重要なポイント、高単価かつニッチな戦略として重要なポイントになってきますので、私自身すごくニコンさんに期待しているところでございます。ちょっと最後はね、高画素機の話にちょっとなっちゃったけど、皆さんのぜひこの撮像範囲の切り替えっていうものをそもそも知らんかったって方もいらっしゃれば、あ知ってたけどようわからんから使ってなかったって方もいらっしゃれば、知ってるけど使うことはないかなって人もいらっしゃれば、まあよくね私の前は野鳥とか飛行機撮ってる方が多いんで、まあ鉄道も多いんですけど、鉄道はでもねズームで結構ウィって言っちゃったり行くんで、使ってることも多いよみたいな、この撮像範囲切り替えも毎日使ってるよ、そっちゅう使ってるよっていうね、いろんなパターンがあるかと思いますので、ちょっとアンケート欄なんかにねそれも残しておりますので、ぜひねチャット欄なんかで盛り上がっていただけると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報、ニュースを毎週更新、毎日更新でね、ここ最近はお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録で応援してもらえると、もっと言うと高評価ね、あ撮像範囲のことそんな詳しゅう知らんかったから、ためになったわありがとうの兄ちゃんぐらいの感覚の軽い気持ちでチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またオンラインサロンジマチューブコミュニティではですね、カメラとか、写真好きのメンバーさんが集まって和気あいあいと盛り上がる場面であったりとか、ご自身のお写真ね投稿していただいて、それに対してコメント残したりする場面であったり、機材の購入検討相談の窓口としてご利用いただくこともできますので、ぜひジマチューブコミュニティオンラインサロンね、ご加入いただけたらと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。